このフェリーのルートは？ここ知ってます？干潮の時は歩いて行けます。厳島神社だけじゃない。三千の山頂、絶景。ここ知ってます？一回回せば、お経、一回読んだのと同じ。ここは気持ちいい。ここから見る五重の塔。ここの牡蠣は最高。まずは、フェリーで宮島へ向かいます。フェリーは2社あって、行き9時10分から16時10分に乗船される方は、JR の方をお勧めします。歌えて、Adoさんの説明を聞きながら、大鳥居を手前に、厳島神社を正面から見ることができます。フェリーに乗り室内には入らず、右側に乗るのがおすすめです。フェリー降りて、皆さんと逆の左に行くと、5分歩いたところに鳥居があります。ここは混むことないと思うので、帰りにでも寄ってみるのもいいかもです。それでは、厳島神社に向かいます。平日月曜日、朝9時40分くらいですが、人でいっぱいです。祓い殿で大草を使ってお清めします。工事中で見れないところも多々ありました。2018年に行った時の写真貼っておきます。この日は結婚式も見れて感謝です。撮影スポットはいっぱいなので、こちらから2018年に行ったとき、干潮時歩いて渡れました。厳島神社を出てすぐ、相方、龍神様が大好きです。三千のロープウェイ乗り場、バスで行く予定だったのですが、歩いてたら、こんなとこに出てきてラッキーでした。このままロープウェイ乗り場まで歩きました。ロープウェイ、平日でしたが待ち時間がかなりあったので、三千も行かれる方はロープウェイ朝9時の始発に合わされるように計画立てた方がいいかも。ロープウェイ降りて、まずは七岩展望台向かいました。登ってここまで来る方はすごいです。しかし、三千山頂までは歩くしか道はないです。登山する前に七岩駅にこんなのあったのでやっておきました。おお、着いた。山頂まで1キロ。最初はどんどん下り、そこから延々と上りです。ずっと上りですが、木屋津の霊華堂や三千本堂や見るところいっぱいあるので、いい時間を過ごせます。ついに登りきりました。
ロープウェイの駅からここまでよく歩いた自分たちを褒めてあげたい。山頂から見る景色素晴らしかったです。ここまで来る価値はあると思います。登ってきたコースがこちら。帰りはロープウェイに乗らず大松蔭コースで降ります。山頂から最初は急角度の石階段です。なぜ大松蔭コース選んだか、大松蔭も参拝するのと厳島神社の奥宮、美山神社があります。昭和天皇が皇太子の時ご参拝されたらしいです。平成24年に再建された仁王門、宮島本当に鹿が多いです。宮島の鹿への餌やりは禁止です。大松蔭コースのもう一つの見どころ、大鳥居が見えます。大松蔭コース本当に良かったです。大松蔭、最初から向かう予定だったので、山頂からロープウェイ使って降りて大松蔭に向かうのと、山頂から大松蔭コースで降りて向かうのと、時間差はあまりないかもです。大松蔭コース登っていくのは時間もかかるし、かなり大変だと思います。登ってる方の 95% は外国人でした。下りは半々って感じです。次は大松蔭です。本当に今日はよく歩きます。アンパンマン、アンパンマンがいる。なんでアンパンマンやねん。ほんまや。なんでアンパンマン。階段の真ん中にあるマニ車を一回転するごとにお経を一回唱えたと同じ効果があるらしいです。かわいいお地蔵さんがたくさんいます。ここには四国88箇所の砂が埋められており、88体の本尊の前に立ち参拝すると四国88箇所のお遍路参りをしたのと同じ功徳を得ることができます。私たちこのパターン何箇所も経験しています。次の目指すところは千畳閣。また結構歩くなぁ。未完の報告神社、通称千畳閣は五重塔の横にあります。
心地よい風が流れ、今日の疲れが癒される時間をいただきました。潮の満ち引きで厳島神社の違う景色も見れます。参道はいっぱいです。宮島に行くのを決めた時から食べるところはここと決めていました。焼き牡蠣の林さんです。夕方だったので並ぶ時間も短かったです。厳島定食の生牡蠣がとりあえず先に来たので、これから食していきたいと思います。これはおまんまとか、うん、2つはこれでいこう。レモンで、レモン2つは、じゃあいただきます。厳島定食の牡蠣飯と牡蠣フライと、もう一個は牡蠣飯。牡蠣食べて元気になったので、宮島に来てこれは見ないとダメでしょと思い、宮島まちづくり交流センターにある世界一大きいしゃもじ、今日は休館日で見にくいですが見れてよかったです。ここまでご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと宮島満喫編ですね。正直、まあ僕ら運動ほとんど、まあ年に行ってからはしてないし、うん、運動不足は否めないんですけど、そんな僕らでも今日のコース回れました。焼き牡蠣の林さん、正直言うと結構メイン、僕の中ではちょっと遅くなって焼き牡蠣は食べれなかったという、そこはちょっと残念でしたけど、生牡蠣美味しかったな。生牡蠣はほんま美味しかったな、うん、今まで食べた生牡蠣で一番美味しかったですね。ね、回れたね。回れたなあ。こうかなり回ったと思います。平日、うん、じゃないと、平日じゃないときついか、まあ、朝一 JR 航路の9時10分の船を諦めて早朝から回れば行けるけど、早朝ロープウェイは運行していない。うん、今回の動画がなんか宮島観光の参考になれば幸いです、はい、あとは明日次の動画はどうなるか、自分の中でもすごい期待してるけど、どうなるか次の動画で会いましょう。